毎週ですね、いろんな方に話を聞くという生配信をやってるんですけれども、今回も素敵なゲストの方がすでにスタンバイしてくれております。今回はゲスト、チャイムの赤プルです。どうぞ。どうも皆さんこんばんは。私、茨城出身の赤プルです。大目だ、いつまでもいつまでも通信の手にかんな、ということで茨城県からやってまいりました赤プルです。よろしくお願いしますちゃんとあの、うん、藤井さんのうん、あのライブを見ながらやりたいなと思って、ね、スタンド仕様にして、あのチャットを見ながらっていうことね。はい、やらせていただきたいなと。さすがやな、前回松岡さんはな、ほんまズームの参加人数を見て誰も見てないと思ってたからな。そうなんですよ、うん、いや本当に旦那の笑い声入ってますよ、うん、ちょっと向こう側であの足ブルブルのマッサージやりながら。いやいや勝ち組やな。うん、でもね、藤井さんと話すのちょっと怖かったんですけど。なんで？なんかいつも辛辣なツッコミされると思ってたんで、めっちゃ怖いと思って。でこのお笑いスキルのない赤プルが藤井さんに対峙したら、辛辣やった俺いつも。すごい怖かったです。なんかいつもこうぐしゃっていう、なんかこう刀で切られるみたいな。多分俺はそれは切りに行ってたからやと思う、赤プルを。こたれないからですか？いや覚えてるかどうか知らんけど、よくライブとかのエンディングになると全然関係ないのにずっと MC の横に立ってたよ。うん、で俺すげえ邪魔やなと思ったから切りに行ってたもん俺。そうですよね、うん、そうか、だからあのツッコミがあって成立してたところはあったかもしれないけどもありがとうございます本当に。川村さんまたスパチャくれて、レッドカーペットで赤プルさんは今田さんにめっちゃハマってたイメージです。あれ多分今田さんにハマってたんじゃなくて、カメラさんがよくあの足からねこう撮ったりとか。そうですよ、スケベだったんじゃないですか、うん、カメラさん。それでなんかそういうのがちょっと定番になったので、私はあれでまあ嬉しかったんですけど、うん、意外と私の味方してくれる男芸人が、うん、あれ邪魔やな、みんな面白いにネタの面白さ半減するみたいなこと言ってくれたりとかして、あそうなんだって思って聞いてました私。そうなんや、あれはあれで面白かったけどな。あれとあとあのレッドが流れていくときにあのこうハイヒールでこらえるところでしょ。そうですね、あとちょっと恥ずかしくて笑っちゃうところをいつもマネージャーに怒られてました。あの時間なんですか、なんかみんなやるじゃないですか、こうやってとか言いながら去っていくじゃないですか、うんうん、ちょっとやりきれなくて、もうありがとうございましたみたいになっちゃって、なんか おばさんでもありがとうございました。その時はもう太田プロ、あの時はフリーで出たんですけど、途中から、太田プロです。なんか荻野さんが2004年に渋スタに出演した時に出てたんですよ、太田プロのマネージャーさんが。はいはいはい、うん、でもあのフリーでいた方がいいっていうふうに言われてたので。誰に言われててんそんなこと。フリーでいた方がいいんだと思ってたんで。入れ知恵する人がおったんや、うん、でちょっとこれあのもう名前結構明かしちゃってるんですけど、本人はすごく嫌がるんですよね、うん、私がそのいろいろアドバイスいただいてた先輩、で誰ですか。あ、いつここの山田さんなんですけど。ウィキペディアに載ってたよ、赤いプルトニウムの名付け親なんでしょ。そうなんですよ、うん、でもう滑っても気にするな、空気読まなくていい、手上げにも出なくていいからっていう感じで、そのお笑い界を全く知らなかった私に、うんうん、なんかいろいろアドバイスをしてくださったので、本当にもう恩人ですけど、あの、うん、お笑い始められたのも山田さん、そう今に至るまで本当にありがたく赤プルをやっていけるのもそのスタートがあったからで、うん、ちょっと待って、あのもともとあのレディースだったんでしょ。うん、まあ茨城時代の話をすると、まあ、そうですね、うん、まあ、レディースがうちの地元になかったんで立ち上げって話はあったんですけど、でもあの立ち上げメンバーっていうこと。あ、そうですそうです、あのでも隣町の姫間会っていう下妻の、ごめん、何会、姫間です。あ、姫間会、下妻の姫に悪魔の間会っていう、うん、姫間会っていうのが、まあ、あの八千代下妻だにこうあったんですけど、でなんか調子こいで石黒矢面調子こいでなってことで、何が姫間会だこの野郎っつって。おうおう、いやでもなんかそこまで対立するような、私でもそんな、うん、やってやるよとかみたいな感じでもなかったんで、こっちが立ち上げるってことはそれは敵対するとしてやるでしょ、うん、だってさ、それ仲良くしようぜで立ち上げないじゃない、そんな。そうですね、だからなんかそういうんで、うん、私らはなんつうんですかね、揉め事を起こすぐらいだったらやめとくべみたいな感じの、そんななんかもうなんつうんですかね、まあ、先輩らの代からもう代々いつもレディース立ち上げる話があるけど、シゲ、うん、にはレディースできなかったんですよね。うんうん、なんでこう似たようなことやってたっていうか、うん、でコギャルっていうのが流行り出した時だったんですけど、うん、エッグとか
チンが流行りだした頃。でも私たちはキャンプロードとかで読んでたんですよ。キャンプロードとかティーンズロードとか読んでたんですけど、というのは高校、まあ、中学からまあ高校にかけて。ちょっと待って、その自分たちのレディースのグループはなんていう名前なのそれ。中学の時は極悪非道っていうグループ目をつけて、めちゃくちゃ悪い名前、ヒットみたいな、極悪非道、私ら極悪非道とかやって、なんか極悪非道はあの感じそのまんま。あ、そうです、そのまんまです。で、中学時代に、中学の時に立ち上げたレディースを、まあそうですね、まあでもそのまあそうですねじゃないわ、うん、そういう本当のチームじゃなくて、つるんでた友達らで、まあ、冗談チックにやってたっていう感じですかね。だから10人ぐらいですかね。でも仲間割れしてって最終的に残ったのが、まあ、6人ぐらいだったんですけど、うん、仲間割れしてね。私もともとそんなに不良っぽくなくて、自分は優等生だと思ってたんですけど小学校の時とかは学級員とかやらなかったんですけど、言論大会に行ってたりとか、へえ、まあ、目立ちたがり屋だったんですけど、小学校卒業するときに親友だった子からと担任だった先生から、うん、ゆうこちゃん不良にならないでねって言われたんですよ。あら、そんなかけらも1ミリもないと思ってたんですよ。不良ってちょっと軽蔑してたっていうか。だけど中学に行ったら、やっぱ人間関係で悩むんですよね。小学校の時目立ちたがり屋だったから、うん、か人気者だと思ってたら、小学校3年生ぐらいから急に集団仕方に会うんですよ。うわー、嫌だね。人気者だと思ってたら誰からも口聞いてもらえない日、朝を迎えた日があって、うわ怖っ。おはようって言っても、あれおはようって言ってもらえないみたいな。でもある日突然ってこと？ある人突然です。そういうのが、まあ、グループ内で収まる時もあれば、うん、クラス全体になったりもしたりとか、でそれがずっと続いていくんですけど、多分調子乗ってたんですよね。で結構真面目だったんで、お前ら調子乗ってんじゃねえからなって言いながら調子乗ってた方なんや。調子乗ってんじゃねえかなっていうのは、私がまあ中学時代に大人から言われて、大人から言われた言葉だったんですけど、だから中学校、学校にカッパチクとか投げて遊んでた時とかに、ダメだよ、いつまでも調子乗ってんじゃねえかな、先生が言うんですよ。で中学の時もなんか結構親友だと思ってたこと、私の好きな人問題で揉めてそれで気がついたら、その一番の頼りにしてたグループ、部活のグループからも完全に仕方されるんですよ、うん、で何の部活？あ、バスケ部です。部活で仕方されるってめっちゃしんどいやん。そんな、そういう人との人間関係に悩んでいじめみたいなことがあったんで、うん、結構心折れてた時に、うん、私は小学校の時にちょっと嫌だなと思ってた不良のグループの子から、うん、よく誰かにやられたのけみたいに言われて、そんでなんかこう救われて、その子にあら、そのグループに入って助けてくれました、うん、でそのグループに入って持ち前のリーダーシップをそこで発揮していくっていう感じで、持ち前のリーダーシップがそこで発揮されました。持ってらっしゃいました、それ。ん、リーダーシップ持ってらっしゃったんですね。持ってたんですよね。だから小学校の時は調子こいて、うん、目立ちたがり屋だったんで、うん、あーだこうだ言って、目立ちたがり屋の上、なんかみんなに意見したりするから、多分嫌われたんだと思うんですけど、今はもうちょっといじられてたと思うんですけど、はいはいはい、今も仲いい友達らがいて、なんか、すっごい楽しかったです、だから。結果楽しかったやん。高校入って、本格的にまたレディースやるんですか、じゃあ。まあ、男のグループと一緒にやってたみたいな感じなんですけど、自分らのバイクを持って改造して、本当に女だけでつるんでやってるっていうよりかは、うん、なんかあの彼氏とか のチームとかに入って一緒に、うん、ケツに乗っかったりして、うん、あのなんて集会に出てたみたいなですか、ね、それはなんていうグループの集会に出てたんですか？あ、それはね、いろいろなんか男が変わるたびにいろんな参加するんですけど、最初だから地元の毘沙門天だったりとか、毘沙門天っていう、はい、チームがあるんですけど、ブラックエンペラーの、おう、有名や。なんか2個上の総長って人と付き合うんですけど、16歳の時に。そこは本当にギャラリーだけで行ってたりとかして、うん、その後つるむのは、筑波の騎兵隊っていう。騎兵隊、はい、どこかな。でもね、そうですね、まあ、いっぱいジョーカーズとか、なんかあのスペクターとか、地域によってみんな仲いいんですけど、レディースは対立するのに、なんかその男らグループは、一緒につるんで走るとかダメなかったと思うんですけど、その対立してなくてみんな仲良かったなっていうイメージ。もうあれなのかな、その、うん、一昔前に構想してた時代終わったのかな、じゃあ。うんうんうん、それもあったかもしれないですし、うん、私らはほらいろんな男らと遊んでたから、いろんなこう、うん、地域のグループと遊んでたから、あの君らの夫婦は元彼とか元カノのことを言いたがるな、ほんますぐ
目の前に相手がいるというのに。そうなんですよ。だってどういうセックスしてきたのとか言われますか。これ椅子が倒れるやつやったらこけてたわこれ。あ、すいません、なんか、うん、そんな聞く、そんなこと。なんか聞かれたので、うん、結構普通に答えてたらそれがハマったみたいです、松岡さんに。おもろい女芸人やなと思ったんじゃないですかね。興奮する言うて。いつの間にかそういう私に惹かれちゃったのかしんないですけど、うん、やりたいと思ったんじゃないですか。いけると思ったんやな。完全に俺でもいけると。自分ではモテやったでとか、ファンクラブがあったんやとかね。うん、こういうので、あ、そうなんだと思って、私ちょっと残念ながら、スナックで働いてた時期が長かったんで、現役のボキャブラ時代を見逃しちゃったんですよ。ああ、ちょうどな、営業中やったから、はい。はい、ちょっとお笑いをあんまり勉強させてもらわずに、お笑い界に入っちゃって。うん、そんなさ、そうやって、まあ、レディースとかって、いや、暴走族とかと付き合いがあったわけでしょ。うん。あ、江戸紫の磯山くんの店があるとこやん、石毛って。あ、そうです、そうです。そうなんですよ。石毛ってどっかで聞いたなと思ったら、そうやん、あのラーメン屋があるとこやん。そうなんですよ、うん、伊勢山さんはだから共通の友達多くて、うん、あ、そうなんや、うん、で私結構お笑い界の先輩って結構怖いと思ってて、茨城の縦社会より怖いなってちょっと思ってたんですよ、うん、なんかお笑い界でヘマしたら茨城の方が怖いよ。それは茨城の縦社会って誰かにケツ持ってもらえばいいみたいな、なんかそういう考え方があるんで、あんまりケツ持ってもらうとか言わないんだよ一般の社会では。そうなんですか、うん、そういうちょっと個性とかあるかもしれないですね。なんか結構強い男とばかしつき合ってきちゃったから、うん、あの女には手出したらやばいみたいに総長とかと付き合ってきたからな。まあそうなんですよ、だからこう思われたかったりとかもなったんで、うん、じゃあ今の旦那が一番権力ないな、ほんなら。でもお笑い界では、うん、私の中ではだいぶ先輩だったんで、まあ、持ってもらえるってんじゃないんですけど。いやでも先輩でも尊敬される先輩と別にされてない先輩がいるじゃない。だってなんですよ、やたら先輩風吹かすんですけど、それをできるなんか行為をちゃんとしてますかと。それを聞こえましたか。なんか今声聞こえたな、うん、俺の話はいいよっていうふうに言ってますけどね。ごめん、ほんでちょっと話戻しちゃうねんけど、なんでさ暴走族とかで、まあまあ要はこうそんな青春時代を過ごしてたわけでしょ。はい。なんでその人が急にお笑い芸人になるわけ。いや私もそれが不思議なんですけど、うん、でもちょっとはしょって話しますけど、私そんな、いや、はしょらないでよそこは。そこを聞きたかったんだよ。あ、そうですか、うん、なんかめちゃくちゃなんか強い男に憧れて、うん、なんかこうスナックで働き始めるんですけど、10代何せ当時はこれっぽい性格で、なんかお客さんとも恋愛に落ちてしまうこととかもあって、でなんか昔から憧れて彼氏がいんのにっていうこと。あ、そうです、そうです。ダメじゃん。ダメだったんですよ本当に、うんうん、でママにも、ゆう子は客と遊んでんじゃねえよって怒られて、でも好きになっちゃうから、うん、なんかその口説かれたら本当についてちゃったりとかして、うん、っていうのが何回かあったんですけど、まあ、でも当時やってる彼氏許してくれたとかもあったんですけど、今そのちょっとこうかっこいいなと思ってた先輩が遊びに来たら、その先輩はもう本物の世界に入っちゃってた。で、暴走族に入ってた男ってみんな本物になるか、足を洗って道具作業員になるか、どっちかの道みたいな感じなんですけど、そう、本物の道じゃない男と付き合ってたんですけど、これまでは、うん、できるならね、真っ当な道にみんな進んでほしいよね。そんな、なんか私結構いろんな職業のところと付き合ったんですけど、みんな日課っぽく書いてたんで、なんかそういう男が多分好きなんですけど、体力仕事する男が好きなんですけど、うん、その人は本当に初めての本物の人だったんですけど、うん、でもなんか本物の人って素人には手を出さないと思ってたし、うん、なんかまあ穏やかに過ごしてたんですけど、うん、気がついたらやっぱり DV 的な感じもあって、うん、なんか抜け出せなくなって。それがもういくつの時。これでも20歳過ぎてました。この時はもう21ぐらいです、うん、いやいや十分早いよ。どうすか、壮絶人生やな。いやいや、それでその男と付き合って、うん、自分が自分の意思で生きられなくなって、でもうその男に殴られないように生きていくにはどうすればいいのかなとか。いやー辛い、うん、もう結構やっぱそういう人と付き合っていくと、うん、洗脳されていくっていうか、ほうほうほう、なんか自分の意思を持たない人間になっていくんですよね。だんだんね、こう視野が狭まっていくんだよね、うん、どうしたらこの人から、この日一日この人の機嫌を損ねないように、殴られないように。なんですよ、うん、結構理不尽なことばっかあったんで、でなんかあるったら道具持ってこいつわれるし、うん、おいで、道具持っておいて、どういうこと。なんか指落とす道具があるんですよ。
で、私、本当になんか、脅されてきてたんで、その時は。で、本当になんか毎日殴られるから、家もぐちゃぐちゃになるし、殴られた頭が、そのまま壁に頭が持っていかれて、脳震盪を起こして、なんか、私がいつも、毎日のように。いや、それ笑いながらする話しちゃうで、それ、全然。で、本当になんか漫画で、漫画でよくなんか、のび太くんとか、こんな、キラキラみたいなじゃないですか。あるあるある。で、どういう意味か分かってなかったんですけど、あ、本当に頭の上星回るんだなと思って。で、なんかそんなことが毎日続くわけですよね。その世界で締め切っていこうと思ったりとかして、何度も決意はするんですけど、やっぱやばいと思って、逃げ出して。別に逃げるの恥ずかしくないよ、全然。そうですか、今も逃げるの恥ずかしいと思って、お笑い界にしがみついてますけど。いや、また話が変わってくるわ、それ。それはちょっとまあね、その時は本当にそういうちょっと、あの恐怖の中にいたの で実家に帰ると今度まあ実家が脅されるんですよね。でうち寿司屋やってたんで、うん、一度商売できなくしてやっかんなとか。ああなるほどね、うん、あもうだからもう家もバレてるし。まあそうですね、まあ、地元の先輩なんでね結構いたんですよ。私の周りの友達でコンビニとか経営してる女友達後輩がやべえ男と付き合ってその店潰されたりとか結構周りでそういうことがあったんで、なんか本当に歯向かってると家族が傷つけられるなとか。いやいわばさ、そのコミュニティが小さいからさ、そういうことが起こり得るのよね。そうなんですよね。で実際来て初めて私に連絡してきた仲間、まあ、男友達が殴られたりとかして帰り道って帰ってきたりとかして、てめえのあの仲間が。いやめちゃくちゃやん、うん、そう結構むちゃくちゃなところに、うん、なんか放り込まれて、これまでは、うん、なんか強い男に、ま、守られてきて来てると思ってたのに、うん、それでも結構殴られたりとかあったんですけど、やったんかよ。ここまでは借金されるか殴られるかみたいなことをずっとこの10代から付き合ってたところにされてたんですけど、うん、20代に来て本当にでかい人、でかいこう山が、でもどうしようもなかったんですけど、うん、家族とかも巻き込んでどうしようもない、うん、なんかこの自分のこの人生終わりにしようかなみたいなところもあったんですけど、でもそこまではちょっとできなんか、ね、最終的には母親が守ってくれたっつうか、母は本当に何てか迎えに来てくれたけど、暴力を振るわれる私の姿と、うん、私がやっぱ母親になびくと男が何すっか分かんないから、てめえ何しに来たんだよ、帰れって言ってんだよみたいな、母にそういうこと言わなくちゃいけない状況かな。お母ちゃん来ても彼氏が赤プルを殴るってこと？そうですそうです。いやめちゃくちゃやん、怖で、うん、なんか私がなんかその母を追い返さないと家族もろともやられるから。ああなるほど。もうこれは私がこう被るしかねえな。当たり前、自分がねもう巻いた種だから。で結局、うん、まあその私がまあそのね、うん、家に帰って何回かあったんですけど、結局連れ戻されるとか、自分から自らやっぱりもここにはいたら人に迷惑かかるからと思って戻ったりとかってことを繰り返しながらなんですけど、もう本当にちょっと自分が生き方を変えなければ本当にみんな巻き添えだな、こうだなと思って、結局はなんか母が迎えに来た男に対してもう私のこと殺してから娘を連れていくみたいなことを、なんか結構体張って守ってくれたっていうのもあったんですけど、すごい。そうなんですよね、母がね本当にそうやって命がけで、うん、私もなんかその母のことを知らなかったんですけど、その、うん、そんなことが出来事があったことを知らなかったんですけど、家族を守るためにはそこまでしないといけないのかなって、なんかこう、うん、今まではなんかおめおめとなんか逃げ帰ってたんですけど、うんうん、ここでちょっと残って家族を守るしかないみたいに思った時に、うん、別の事件でその人がなんか違うところに行っちゃうんですよね。壮絶なラスト。高い塀の向こうっていうことですか？そうですね、だからもう、うん、はい、そうです。まあ、濁さず言うと、今おっしゃった通りのところに行って。いや、じゃあもうそれで、その時に、まあ、一安心じゃないけど。まあ、そうですね、うん、だから、ああ、なんか自分が想像した以外のことが起こったな、みたいな。でしょ、なかなか芸人になるべくして行動した話にたどり着けへんけど。その後どうすんの？そんで藤井さん、やっぱりこっからなんですよ、人生蘇生しますよね。自分としては母の強いなんか思いで自分が蘇生させてもらったと思ったんですよ。2回目の命をもらったみたいな、うん、ああまあそうやんな、うん、実際もう本当にボロボロになってるところをお母さんが助けてくれたわけやんね。そうなんですよね、でも本当ありがたいなと思って、うん、なんか自分がここからどうやって生きていこうかなと思った時に、うん、結局借金で国が回んないんですよね、その時はもう。それはもう男の借金でってこと？その男がもういろんなカード会社にカード作らされたりとかして、で保証人させられたんや。それで全部そのカードによって、うん、なんか本当に今思うと、あの頃インターネットなんかあんまり発達しなかったのに、なんかネットカジノとかやったりとか、全部それが私の借金になっちゃったり、
操られてたんで、うん、結構首が回らないほど借金があったんですけど、うん、その借金を返すためにパチンコ屋とかで働くんですよ。夜の仕事やめようと思って。でもそのパチンコで働いてた時に、なんかこのまま自分の人生終わるのかなと思った時に、何かやっぱりやりたいことをやりたいなと思って、地元友達と東京行くべよって話になって、で、自分がもう何かができると思ってたけど、田舎だったし、なんかそのお笑いの学校があるってことすら知らなかったですし、本当に世間知らずだったんですね。え、何？お笑い芸人になりに東京に来たってこと？ではなかったんですけど、うん。ではなかったんですけとりあえずど、東京に行ってみようみたいなこうと？ん。ですね、ちょっうん。とやっぱ芸能界とかにも憧れてたんで、ほう、なるほど。スナックで面白いお姉ちゃんだって言われてたんですよ、ずっと。で、指名は面白いから、優子ちゃんと飲みたいみたいな。私、面白いんだって初めてそこで知ったんですよ。なんか笑ってもらえるのが嬉しいみたいな。もう今思うと滑ってんですけど、結構はしゃいでたんですよ、スナックで。いいじゃバない。レるほど。まあ、そういうのがね、楽しいわけやから、そういまあうそうです意よ。わちゃわちゃやってたんですけど、なんかそういう自分の面白さをどっかで発揮したいと思ったじゃないですか。味で。で、当時はバラエティアイドルみたいなとか、バラドルみたいな、すごく森口博子さんとか活躍されてた頃だったんで、ああ、バラドル相原全優さ盛んと期か。や。ああ、そうやね。で、ああいう仕事があるんだと思って、できたらいいな、みたいな。でもやっぱり子供の頃からね、やっぱりテレビも大好きだったし、いいなと思ったんですけど、まさかそこは夢の世界っていうか、だったんですけど、なんかそんなやりもしない前から諦めてたらもったいないって、なんかその時にパチンコで働いてたね、なんか真面目な男の子になんか背中を押してもらって、へえ、すげえ、みたいな。で、真面目な男とつるんだことがなかったから、初めてなんか夢について、なんか話した時に、もったいない、やりたいことがなかったら、絶対やった方がいいとか言われて、こんな真面目くんが背中を押してくれるみたいな感じで、で、友達と東京に出てきて、イベントコンパニオンやるんですよね。で、そこで、なんか自分がなまってるってことも初めて知ったんですけど、やっと気づいた、そこで。死んなかったんですよ。え、面白いねって言われて、そこで、面白いんだ。なんかもうちょっと綺麗路線で行けっかなと思ってたんですけど、みんな綺麗だし、みんななんか、でも夢を追ってる人たちとかもいて、あ、なんか、こういうの頑張りながら役者とかやってる人いいんだと思って、そこでなんか初めて自分が何やりたいのかなと思った時に、やっぱお笑いとか挑戦したいな、でも借金あるし、学校行けないしって思ってた時に、本当にそのイベントコンパニオンで知り合った女の子と歩いてた時に、ここの山田さんと出会うんですよ。ちすょっとごくな待って。いですか？飲み会とかじゃないんですよ。歩いてたときに？で、駅で、ホームで、なんか今日の仕事はこうだったねとか話してたら、その友達が、あ、知ってる人だっつって急に挨拶行くんですよ、男の人に。あ、どうも、この間はどうもありがとうございました、みたいな。一緒に仕事したんだかなんだか知んないんですけど、お笑い芸人さんだよって言われて、で、私お笑いやりたいです。やったらいいんだな、って言われて、え、どうやってやったらできるんですか？って言って、なんか連絡してきて、みたいな感じで。ナンパかなって思ったんですけど、いや、なんかもう、その時山田さんはもうすでにヒロシさんのネタとか見てたんですよね。プロデュースをやりたいみたいな。で、ネタ帳とかあんだったら、なんか店に来て、みたいな感じで。なんかすごくないですか？そう。いや、すごいな。で、お笑いは、そうか、学校行かな急くてにもつながった。お金がないんですって言ったら、お金がなくたってお笑いできるよって言って、ネタを作ってライブに出ればいいんだよって教わって。ほんで、なんか、2003年の11月に名前つけてもらって、真面目にやる気あんの？って言われて、ライブも出ないけど、ライブとか探してんの？って言われて、何ですか？これみたいな感じなんですけど、ヒもうロシ全然さんわにかどらんななの、かったわけね。全然わかんなかったんで、ヒロシさんに、ライブ、どうやって探すんですかとか教わって、自分で見つけてノルマ払って、12月17日かな？ 2003 年12月17日に、なんか野方の区民センターでやってたライブに、茨城出身の赤いプルトニウムです！って初めて 知ったんですよ。で、あ、お笑いってテレビで見てた時は華々しかったけど、こんななんか変な人らばっかりいるドーム像の世界なんだって、そうちだょっね。お笑いライブっとびっくりてして。行ってみないとわからないよね。私ここでやっていけんのかなみたいなのもあったんですけど、でもライブに出てれば、ね、声かけてもらって、テレビに出るチャンスもあるから座れてたんですけど、本当にライブに出てたらオーディション来ませんかって言われて、初めて行ったのがその渋スタの番組のオーディションで、出させてもらうことになって、スタジオにいた、小倉優子さんが、この人のネタもうちょっと見たいって言って、その10人ぐらいの中から、スタジオで1本に出させてもらったら、今日一番面白かったのは赤いプルトニウムさんです、みたいな感じで、ずっと勝ち抜きとかさせてもらってっていう、お笑い始めて4ヶ月ぐらいで、華々しかったですね。とか、ラッキーガールです、本当に。こんなに人生って変わるんだ、みたいな。想像してた以上のことが起こっちゃってびっくりしちゃって、
2000、まあでも4年の時には、エンタの神様とかにも出させてもらって。すごいね。で、まあ一周したら終わっちゃったんですけど、まあレギュラーの番組とか、朝の番組とかもやらせてもらってまして、こう調子よくいけるのかなと思ってたんですけど、おお。実力もね、1年目でね、全然なかったですし、そんで、な。調子乗りましたしね。調子乗ったんや。調子乗りましたよ。売れたみたいな、売れるみたいな。でも、本当はそこから結構地獄が待ってて、気がついたら家賃3ヶ月滞納してるとか、わあ。多分本当にこう地獄の食えない芸人生活を3年ぐらい。でもまあ、ありがたかったですけど、一回出てたっていうのがあったんで、少し気を使っていただいたりすることもあったから、で、ここからまた奮起していこうと思った2007年からちょっとまた上向きになって、2008年1月、急にさんま御殿呼ばれるんですよ。また調子乗り始めそうになったんですけど、別にそこから何も決まってないし、毎日路上ライブやろうと思って、渋谷の NHK のなんか前で毎日路上ライブやってたんですけど、なんかこうやる気だけは、今でいう配信を毎日やろうみたいな感じだったと思うんですけど、おそれ客ずっさん一と。人しかいなくても、ネタ見てくださいとか言って、わあ、すげえ。へえ。赤いプルトニウムっていう段ボール作って、うん。一人でも二人でもやってて、そしたらそのおへえ。客さんが、ちょっと待って、こんなもんちゃんだからもっとみんなに見せてあげるとか言って、5、6人ちょっと連れてきてくれたりとか、わあ、優しい。その頃も、ゴローズバーだけは出てたんですよね。出たイメージある。はい。でも、なんか自分では頭打ちかなみたいにも思ってたんですけど、ラジオ番組と、そのレッドカーペットのスタッフさんに声かけてもらって、わあ、すげえ。で、お店に行って、レッドカーペットもらって、2008年の11月から、またレッドカーペットで、全国区の笑い番組に返り咲いて、自分の中では2回目のデビューだと思ってたんですけど、いや、何それ、すごい詳細覚えてるな。めちゃくちゃ、何その年頃何月とは、か、松岡さん何も覚えてなかったの、あの人。そうなんですよね。私結構でもこういう話人にしたりとか、多分する機会もあるからなんでしょうね。でもやっぱり結構、女芸人ピンでフリーでやってて、で、そこからなんかその、レッドカップで出た時にまた、太田プロだけが2回目声かけてくれたんで、太田プロに入ったんですけど、でもやっぱりこう、性格的に強気でやってた時は調子乗るんですぐ、いいんですけど、でもやっぱりこう、何回もね、くじかれることがあって、気持ちが弱ってた時に松岡さんだったんですね。それで、守ってくれるみたいな。で、最初すごい嫌だったから、半年ぐらい断ってたんですけど、そうやまあでな、も、言うてたな。でもちょうまあ、どあれや、松岡さんも太田プロにいた頃や、そそうのなんですよ。山崎さんと組んで。そうなんですよ。で、松岡さんからの第一声が、よそ者同士仲良くやろうやっていうのが、初めてで、生え抜きが多い中で、太田プロ生え抜きが多い中で、なんかそのよそもんっていう言葉に途中から入ってきた人がいて、可愛がってくれようとしてるっていうか、それはちょっなるほどね。松岡さんのことは知ってたの、その前が。松岡さんのことは名前だけは知ってました。やっぱりね、ニュースにもなったりとかもしてましたし。で、私、キサラにずっと出てたんですね。まあ、ヒロシさんの出影響たの？で。はい。2005そう年なくんらだ。いから、ヒロさんが出てたから、出てたから出れるんですかって言ったら、オーディションで出られるよって言われて、ネタのコーナーで。当時はね、本当にオードリーの春オー日ドさリー。んとか、タイガさんがまだフロアで働いてた頃ですね。タイガーがね。ナイスミドルさんだったのかな、オーオードリーリーがさん。ナイスミドリーやった頃ね。もしかしたら名前変えてた頃かわかんないですけど、キソさん、チューさんとネズッチさんがまだコンビで、前座とかやってたんですね。ダブルコロンね、ダブルダブコロルコロンさん、はい。もう前座とかに来てたの。時々なんか芸人が。ン。そういう時あったよね。芸人がちょこちょこ出てる時期あったよね。で、モノマネ芸人さんって、ちょっとやっぱりぶっ飛んでる人多いじゃないですか。ああ、そうね。でも、ガッて、もううるさくて、ピタクタピタクタしちゃうんです。すごい可愛がってもらったんですけど、皆え、さだんからに。本当に言い方が悪いって。すいません、言い方が悪いのが面白いと思ってる若手の時の悪い癖がまだ残ってるんですよね。でも、本当に松岡さんと渚さんコンビ組んだ時は、M1 の話ではなんか持ちきりになってて、そんなキサラの、なんか自分たちの私生活とかね、なんかそういう話しかしなかった人たちが、すごいコンビらしいね、みたいな。行くんじゃないかって言われてるらしいですねっていうのを、なんか花エンジンさんすごいんだっていうのが、本当にキサラの中で唯一、なんか楽屋で残ってる会話として覚えて、で、その直後ぐらいに、ね、渚さんが亡くなったニュースとかもあったから、余計になんか印象に残ってたんだなと思るほうんどです。ね。で、まさかね、なんか松岡さんとその後出会うとは全く思ってなかったんですけど、ああ、そういうことか。やっぱりその頃は、会う人が話題にしてた。松岡さんもよくよく大変だねって言って、ね、松岡さんのことを支えてくれる人がいるといいねみたいな、知らないのに、なんか周りの先輩たちがなんかみんな心配してるから、松岡さんって人からなんか思われてる人なんだなとか、大丈夫かな言ってる人たちが結構周りにいたから、なんか私も知らないけど、松岡さんのそばに松岡さんを支えてくれる人がいますようにじゃないけど、なんかそんな風にやっぱり、外れるじゃないですか。なんか、
事件とか事故とかってちょっとそんな風に思ってたのに松岡さんの誘いを半年断ってたわけね、うん、だって下の頃が見え見えだったんですから。一回なんか後輩と飲んでた時に松岡さんから連絡があって、うん、で飲もうってことになって一回は行ったんですよね。でも、うんうんうん、後輩もいるから大丈夫かなと思って、うん、その時にあんまり会話が弾まなかったっていうのもしれないです。そんなわけないでしょ。ベテランの芸人さんだよ。弾むに決まってるじゃん。いやその時なんか菊池さんって作家さんと一緒に来たんですけど、あの、うん、さんと。で、多分松岡さんが、うん、これやったら怒られへんと思ったらしくて、絶対松岡さんって誰か怒ってくれる人としてたんですよ、当時は。で、自分が怒れないけど、誰もいなかった時は、うん、東さんのお店に行って、東さんのボトルを飲むとか、はい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 、そういうことやってたんで、うん、まあでも、人望がある人なのかなって勘違いしてましたし、勘違いしてましたしね。勘違いしてたんだ。いやいや、そんな感じなの。でもあんだけね、ほら結婚式にもみんな来てくれたし、それはもう人望あるんだ。本当ありがとうございました。あるんだよ人望が、ちゃんと。ちょっとさっき質問があってんけど、川村さんからまたスパチャいただいて、まずありがとうございます。松岡さんの好きなところを教えてくださいって。お、松岡さんの好きなところはもう優しさです。めちゃくちゃ優しいぞ。もう本当に威張らないし打たないんですよ。本当に優しい。本当に優しい。物にも当たったりしないんですよ。うち壁に一個も穴開いてないですからね。いいですか、これちょっと衝撃的なことを言うかもしれないですけど、普通です。え、まさか。もう本当に多分9割以上の男は女性を殴んないし、壁に穴開けねえんすよ。茶碗とか投げてんじゃないですかとか言いつつ、俺も一回も物を、例えば茶碗とかコップに当たって割ったりとか、壁に穴開けたりとか、こう手上げたりとか、一回もないです。いやそんなことない。私だって藤井さんにぶたれたことありますもん。それは言ってたぜぜっていう。それはそれ舞台上でしょ、舞台上。違います、藤井屋とかでもぶたれました。え、あの煮込みしかない藤井屋で。はい、一回しか行ったことないんですけど、一回そこでぶたれたって言うだけはいいと思う。え、でも俺も一回しか行ったことないのに。うん、その時、沖縄ひとりさんがね、そう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 、あ、その時だよ。その時、藤井行きたくないっすかって言ってな、シャッターがちょっとしか開いてないところを大将が開けてくれてよね。そうなんですよね。煮込み食べたよね。あ、美味しかったですね。レモンサワーかなんか出してくれて、ね、あん時一緒やったんよ、はい、懐かしい。あれ MJ の帰りだったんじゃない。そうやな、 MJ の帰りやと思う。あ、でも打たれたっていう印象でした。でも殴らない旦那を捕まえてよかったね。いや、もう本当にありがたいですよ、もう、うん。もう本当に精神的な支えになってるので、うん、本当に女芸人、不安定になる人多いと思うんですけど、早く、いい人見つけた方がいいって思いますもんね。もういいのいいの、もうそんな、もうあの、マッチングアップとかやってる場合じゃないんですよ、もう本当に。もういいから、早く男芸人とでもいいから、結婚とかもいいですよ、絶対。前回、松岡さんに聞いたけど、飲みに行った時に酔っ払わして、でこうフラフラになったから家に連れ込んで、もうおそらく俺はその気になったらこれ有罪になるんじゃないかなと思うけど、まあ、襲ったじゃないけれどもやっちゃったみたいなを言ってたら、カップルが茨城ではよくあることっていう。そうなんですよね。そうなんですよね、じゃない。だから私それに関してはあんまりなんか、まあやっちゃったなみたいな時は結構茨城時代過ごしてきたんですけど、多分私誰だこいつみたいなことも結構あったんですけど。また松岡さんの好きそうな話やな、それ。そうなんですよ。どこでやったのとかね、すぐ聞きに行きますから。でも本当にあの、うん、そういうことが数多くある中で。数多くあったのか。あの、そうなんですよね。で、別にそこに対して、やっちゃったら後悔もあるし、うん、もうちょっとちゃんとしなきゃっていうのはあったんですけど、うん、酒飲むとそうなっちゃうから、もう仕方がないみたいな。なるほど。とか、その時は好きになっちゃうから仕方がないみたいな。うん。思ってたんですけど、なるほど。でも東京に来て、なんか東京とかお金とかなんだか思ってたから、東京ではそういうことしちゃいけないと思ってたんで、結構律して、うん、なんかそういうこと。茨城でもダメだよ、それは。いやいや、もう茨城はそういうことで言うかもしれない。もう車に乗ったらやっちゃうみたいな。一緒に車に乗ったらもう大きいサインみたいなところがあるんで、もうそう思ってないと、なんかだから私はもう。個人の意見ですってテロップ出さなあかん、これは。あ、そう、そうですね。まあでもそういうところがあるんで、そのぐらい、なんか緩いことやってたら、OK。だから今すっごい慎重なんですけど、だからよかったら車乗ってって言われると、何この人、そんな言わないでよって、もうタクシーで行きますよみたいに思うぐらい、何言ってんの、気楽に車に乗せるって言わないでほしいって思ってるんですけど、あ、そうな、乗るなら助手席じゃなくて、ちゃんと後ろのシートに乗せてほしいなって思うんですけど、そのぐらい慎重になってるんですけど、で、松岡さんとでもそういうことになった時は、
なんかどっかで飲んでる時からこう外を歩いて、なんかこう記憶はとびとびなんですけど、なんか懐かしいなみたいな、なんか茨城時代を思い出すなって、こういう良さ茨し城たよ時代なを、みたい京な。都の人間やで。まあ、そうなんですけど、なんか松岡さんのアパートに入る前に、なんかこうやって男んと遊び行ってた時代が懐かしいなみたいあ、な、なるほどね。なんかちょっとその、なんていうんですどかこ懐ね、かしがってんねんぞ。松岡さんといることに対して違和感がなかったっていうのはあっああ、たなんるだと思ほど。います。なんか昔の地元の先輩と一緒にいるような、お笑いの先輩と一緒にいる感じの緊張感がなかった。なんとなく昔の私に戻したまあ、んです。その、いいように解釈するけど、要はさ、後輩酔っ払わして無理やりやってみたいなね、ちょっと面白話にもなってるけど、まあ、要はそういう関係になる前から、ちょっとまあ、この人はいいかもと思ってたわけね。何でも違うんか、違うんかな。勝間違えた。手に。結果は往来ですけど。でも、トークさんに助けてもらったっていうのはそうありますね。頼る人がいない中で、ネタのことは見てもらったりとか、我のことは相談できても、心の内とかを、こうね、なんか本当は不安な気持ちとかを人には言わないように、その中で、松岡さんは、しっかしらとか全部包んでくれたし、パーマ屋さんに行きたかったんですよ、美容院に。で、行こうと思ってた安い美容院が休みだったんですよ。で、松岡さんに、美容院行きたいんですよ、みたいに言ったら、じゃあ連れてったらでーっつって、表参道に連れてくれたんですよ。で、憧れの。この人表参道行ったことあるんだみたいな、都会的なところにもなんか来ちゃって、で、今もそこに通わせてもらってるんですけど、芸人価格で当時やってくれて、松岡さんにちょっとずつ心を開いていき、心と胸ともう全てを開いていき、胸とかはいいわ。そうですよ。でも本当になんかありがたく、あ、じゃあもうそっからすぐ付き合ったわけね。飲みに行って。そうです、そうです。いや、ちょっとやっぱりなかったことにしようと思ってた時期になったんですけど、なんかもう忘れたふりして、何でしたっけとかしたんですけど、ああ、酔っ払ってて覚えてないですけど、みたいな。ね、そういうふりしようと思ってたんですけど、松岡、いやー、ゆうこちゃんみたいな、あの夜は良かったよみたいな。いや、もうちょっと、ただのエロ社長やん、そんでも、ちょっと藤井さん聞いてくださいよ。な。なんでし私ょう。は、茨城時代はそうすれば男は去ってたんですよ。なるほもど。う、一回そういうことになれれば、もういいって思う人が多かっなたんるだとほど思うんです。な。茨城な時る代ほは。どな。で、要はあそんれまし、で、こっちがそう。し覚えてないふりをしたら、あ、そう。ラッキーって言って去って言ってたんや。そう。で、そういう行為をして好きになっちゃった時もあったから、その後は片思いするような人もいたんですけど、全然振り向いてもらえなくて、あの場のことは何だったんですかみたいなだからこ笑といはなあっがらたしゃりべるしこって。ちゃないよ、それは本当。悲しいから。そういうことはあったんですけど、初めてですよ、追われたのが。そんなに良かったのかなと思って。そんなに良かったのかな、私が、みたいな。まあ、そういうことも人生の中で、まあ、初めてってこともあって、なんか、松岡さんが、なんか、こう、私のことをこう必死で、こう、慰めようとしてくださってるところもあって、もう一生、この人以上に私のことを好きだって言ってくれる人は現れないだろおお、いいじゃうない。と思って、それでも諦めたっていう感諦じめる。いや、でも、だから言葉がおかしいんだよ、それは。です。でも、見事に松岡さんに、ね、心を開かせていただいたというか、よかったじゃ本ない。で松岡さんのことを本当になんかもやっぱり、あ、この人しかいなかったんだって思う時が、結婚生活13年、13年だっけ松岡さんね。ちょっといいですか？終わります。十二分に楽しいこといっぱい聞けましたから。アカポルト旦那のチャンネル、ちゃんとこの概要欄に貼ってますから、リンクを。ありがとうございま皆す。さん、チャンネル登録してあげてください。ちょっと松岡さんも挨拶して。ぜひ。ダメです。朝、あげる。本当はね、もう松岡さんになっても、うわー、出てきた。すみません、ありがとうございます。思いっきりパジャマでごめんな。いや、もうだって普段はね、もう8時半ぐらい寝てるんでしょ、ももう、起きてない。起きてない。いえ。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうごでざいはま退し出さた。せていただきます。はい。失礼いたしま今し夜た。のいゲきスまトした。は、チャイムのアカプルさん、そして、松岡さんもありがとうございましありがとうございました。た。ありがとうございました。失礼します。